ち、お前が迷わずに済むように今すぐそいつを殺してやろう。あの手か、やれ。そうはいかないわ。やっとわかったの。リディア来るな。リディア、また僕は守りきれないのか。しっかりして、諦めちゃダメよ。妖剣たち聞きなさい、今すぐお前たちの巣へ帰るのよ。この巣へ何を。ここに太陽の光を呼び込むわ。火に目を焼かれる前に帰りなさい。フェアリードクターとは名ばかりのお嬢さんに何ができるのか。夜と夜をつないだ魔法で建物を囲んだんでしょうけど、つなぎ目をごまかすことはできないわ。何？あの月よ。ここへ来た時から左側の月は動いていない。あの月を打ち壊せばこの館は太陽の元へ戻るわ。よく気づいたな。だが命中するのか。外したら妖剣がお前の喉に食らいつくぞ。リディア、大丈夫だ。絶対に当たる。そうだよ、そのまま撃て。お願い、当たって。当たった。ユルシス様、こちらへ。ロード、あなたは悪運の強い方だ。だがその運もすぐに尽きる。プリンスがもうじきこの英国においでになるのだからな。私に殺されておけばよかったと後悔するがいい。ディア、助かったのよ。もう大丈夫だわ。傷持ちも消えるのか。アンシーリーコートの魔力もあなたの傷も日の光が消し去ってくれたわ。だけどまだバンシーの予言が残ってる。バンシー、伯爵様のそばまで運んでくださいますか。ありがとう。君のおかげで助かった。君の傷も日の光が。私は妖精です。妖精の魔力を人間界の太陽で消すことはできません。そんな。なぜ封印を解いたユリシスに従わなかったんだ。私のなすべきことを思い出したからです。青騎士伯爵様、あなたは私も伯爵家の一員だと認めて守ってくださいました。ですから私が消えることで予言は成就されます。バンシー、グラディス様のご意志を継いでくださる方をお守りすることができてよかった。マイロード、あなたにイブラゼルの鍵をお渡しします。どうぞこの島国に暮らす良き妖精と人々のために災いのプリンスの血を絶ってくださいませ。それはグエンドレン様のムーンストーン。それさえも忘れていたなんてお恥ずかしい。あなたがお妃様なのですね。それはポールさん、お世話になりました。ようやくグラディス様のもとへ行けます。バンシー、お二方にいつまでも守護妖精のご加護がありますように。
イブラゼルの鍵でも僕には見えない。リディア、君にならわかる。私にも見えないわ。多分それは受け取った人にしか意味のないものなのよ。妖精の見えない僕には鍵の使い方もわからない。でもプリンスを倒すのが青騎士伯爵としての僕のなすべきこと。ふん、皆さんまだお帰りにならない。旦那様のお食事はどういたしましょう。温かいスープとしっかりした食事と両方頼むよ。そうそう、お一人はレバーが苦手だそうだから気をつけるように。あと小さな紳士には小ぶりな銀鮭で。はい。何の用だ。ここは俺の縄張りだぞ。お礼を言いに来たのがそんなにいけない。俺はリディアを守っただけだ。そうね、私もエドガー様を守りたいだけ。俺はリディアさえ笑っててくれればそれでいい。ブリジット。え、な、何だったら。それは昔飼ってた犬の名前だ。違う？ねえリディア、イニシャルだけでも教えてくれ。あなたね、ずっと真面目な顔してそんなこと考えてたの？重要なことじゃないか。大げさだわ。プリンスに復讐することだけ考えて生きてきた。いつ死んでも構わないとそう思っていたんだ。そうみたいね。でもね、君がそばにいてくれたから死にたくないと思えてきたんだ。死んでしまったら君を他の男に奪われる。こうして君に愛をささやくのも僕だけの特権だよ。別にあなたの特権じゃないわよ。アルファベット順でよければお名前を申しますが。レイブン、いい子だから黙っていてくれ。そうですとも、せっかくボーも喜んでおるのに水を差すとは。まあいいじゃねえか。あ、ちょっと僕の命も伯爵の名もバンシーとグラディスにもらった。決して僕の復讐の道具じゃない。エドガー、僕が伯爵でいられるのは僕が守りたいみんなのおかげだ。誰も死なせずに守っていきたい。リディア、力を貸してくれる？私でいいの？まだまだ未熟だわ。あなたの力になれるかどうか。君を危険な目に遭わせてしまうかもしれない。でもわがままを言わせてくれ。君にはずっとそばにいてほしい。ずっとって？そう、ずっと。死が二人を分かつまでだよ。何言ってるの？無駄だよリディア。底なしのお人よしの君は血縁だらけの男が気になるはずだ。放っておけないだろう。つまり僕は君にとって完璧な理想の男だ。私、あなたとは結婚しないわよ。無事に帰ったらキスの約束破ったりしないよね。ダメよ、こういうことは毅然と拒絶しなきゃ。でも君が心から望んでくれるまで待つことにするよ。不安になる日も下がるな。恐れて
この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。